マレーシアの行政区画は13の州と3つの連邦直轄領から構成される。11の州はマレー半島に、2つの州はボルネオ島にある。マレーシアの行政区画13州のうち9州には伝統的な主張であるスルタンがいる。マレーシア国王はこの9人のスルタンによる5 0で選出されるが、実質的には臨番制である。国王の任期は5年。 内閣の補佐を受けて行政を担当する。村下、ペナン、サバ、サラワクの4州にはスルタンがいないため代わりに儀礼的存在として州知事が置かれる。このため州政府の事実上の長は州議会の多数会派から選ばれる州首相であり州首相が国王と協議し国王命令で州知事を任命する。各州政府の行政区画の一覧は 各州の記事の州政府の地域行政区分の項を参照。州政府は各州の中をいくつかに分割し行政を執行している。これらの行政区画にはそれぞれ州政府の職員が主張を務めている。サバ州、サラワク州以外の州政府の行政区画は以下の通りである。州政府の行政区画とは別に地方自治体が存在している。 地方自治体は都市計画や保健衛生、ゴミ収集などを業務とするため、住民が住んでいる地域のみに存在し、ジャングルなどは地方自治体に属していない。ただし、ペナン村角田、トレンガヌサバサラ枠の6州はすべての地域が地方自治体に属している。現在、145自治体がある。なお、法人格としての自治体の権限を持っているのは、 市役所などではなくそれぞれの議会であるため名称にカウンシルなどが付いている。マレーシア政府によって成立要件が明確に定められている。以下の表はその主要な要件である。各州の地方自治体の一覧は各州の記事の地方自治体の項を参照。2009年2月5日、現在ソース、ナショナルセンサス2000。 Department of Statistics Malaysia プートラジャイアデータイズ42004ありがとうございます。